な、お前さ、バカじゃねえのか。そこまで言われて、はい、そうですかなんて逃げられるかな。今回ばかりは 100% 真宙先輩が正しいっすね。あなたは私たちの感情を考えていないのですか？人に命を張って守られて、それで黙っていられるような人は私たちの中にはいないんですよ。お前は逃げろ。俺たちを逃がそうなんて考えた罰だ。お前さ、今さっき同じことを俺らに言ったんだぜ。先に行って帰りを待ってろ。お前は十分よくやった。交渉決裂というわけか。行け、走れ。
そうだ。今回も見事にバッドエンドを迎えた姉さん方に送る一刀両断バッドエンド解説コーナー。玉より美目神社臨時相談所より今回も張り切っていきましょう。お便りが届いているようですね。貴風村のペンネーム玉より姫なんて無理さんからのお便りです。どーんときなさい。どんな悩みも一発で解決しちゃうよ。みんなのためを思って危険を顧みずに敵の提案を受け入れたんですが、みんなが納得してくれないで破滅的な最後を迎えてしまいました。人の心をまとめるのが大変です。どうしたらいいでしょうかとのことですが、集まってるからね。まあなんていうのかな、お便りをくれた人はもう少しあなたのために頑張ってくれた人の気持ちを考えるべきなんだと思うよ。はあ、でも玉より姫なんて無理さんはみんなのためを思ってって書いてありますけど。頑張ってきた人たちの努力を無駄にするような行動かもしれないじゃない。なるほど、珍しく参考になるご意見をありがとうございます。みつりちゃん、時々発言にトゲがあるような気がするのは私だけ。こんな感じで参考になりましたでしょうか、玉より姫なんて無理さん。さりげなく無視した。かなり高度ないじめ技だわ。この子できる。玉より姫なんて無理さんには清野ちゃん特製レーフセットを送っておきます。時間が迫ってるみたいです。決め台詞をどうぞ。ああ、はいはいはい。どんな相談でもどーんときなさい。私はいつでも。以上、玉より美目神社臨時相談所でした。ではまたの機会にお会いしましょう。